毎度ご視聴ありがとうございます。今日もね、普段歩いている河川の堤防を歩いていきましたけれどもね、歩いておりますとね、あちこちから祭り囃子がね聞こえてまいりました。この10月のこの3連休とかね、このその次の、まあ、土日あたりはね、この北播磨では秋祭りの真っ最中といいますかね、まあ、あの最盛期といいますか、そういったシーズンになってまいっておりますね。まあ、この何年かね、ちょっとこう中止になったりとか規模を縮小したりとかいうことでね行われていたんですがね、今回もねちょっとこう、まあ、縮小と気味なね、まあ、開催にはなっておりますけれども、それでもね、賑やかな祭り囃子が聞こえてまいりますとね、なんとなくこう、ウキウキというかな、そういった気分にもなりますね。ご覧いただいた通りね、途中でこう虹がね見えてきまして、ということはね、ちょっともうお天気の方もね、雨が降っている部分があるってことですよね。これのび太木がねいるところね、まあ、稲刈りが終わってこのようにね、片や稲刈りが終わってね、そういったシーズンになっております。まあ、そういった作業もね、農作業もどんどん進んでるっていう状態になってますね。まあ、こののび太木ね、もう何日かも連続して毎日のようにねここ、登場してくれてるんですけれどもね、まあ、黒大豆の畑であったりとか、このように、まあ、おそらくこの稲はね山田錦という酒米ではないかなと思うんですけれどもね、この今回のタイトル、まあ、川セミは川セミ川のセミね、ミンミンゼミとかアブラゼミのね、この伸びた木は伸びた木っていうようなね、まあ、ふざけたタイトルをね、動画のタイトルつけてますけれどもね、イタチイタチおるな、ほんま、イタチよく見ますね、この、いや全然分からへんかったわ今千鳥がね、全然分からへんかったね、ほんまに。こののび太木はね、もちろんこちらはホオジロなんですけれどもね、野鳥の名前っていうのはね、まあ、どういった意味合いで付けられてるかということなんですけど、のび太木というのはね、これまあ野にいるびたきというかな、まあ、そういう意味なんでしょうね。まあ、この辺りではね、農地で見ることが多いから、どちらかというと旅たきと言ってもいいのかな、タニールビタキのような感じにはなっておりますけれどもね、まあ10月の末ぐらいになりますとね、まあ、稲刈りが終わってしまいますので、そうするとね、まあ、のびたきたちもね、こう河川の河川敷の方にね移動してくるようでございますけれどもね。そしてこの、まあ、カワセミなんですけれどもね、まあ、カワセミというのは漢字で書きますと翡翠というね、まあ、宝石の名前というか、どちらかというとこのカワセミの方が本家といいますかね、らしいですね。なんかそのまあカワセミのような宝石なので、翡翠というふうに、付けられているそうですがね、まあ、カワセミ自体も空飛ぶ宝石などというふうに例えられたりするんですけれどもね、このカワセミね、まあ、いろいろなんでカワセミっていう呼ばれてるかっていうのはいろいろあるんですが、この私はね、この川のセミね、いわゆるミンミンゼミ、アブラゼミのね、というのはあながち間違いではないのかなっていうようなね、気がすることもあるんですね。まあ、特に、まあ、鳴き声がどうこうっていうことではないんですけれどもね、特にね、この、まあ、後ろ姿ですね、カワセミの、まあ、独特なあの、まあ、翡翠というふうにね、その色がね、このように鮮やかな、まあ、光って見えるような部分がありますよね。そしてその隣といいますか、両脇にこのちょっと濃い部分のブルーがあるんですが、なんかセミの羽に見えませんか、まあ、私だけかな、そんなこと言って。これね、結構まあ、セミに、例えてね、カワセミと言っていてもいい、不思議ではないかなと思ったりもするんですけどね、まあ、いかがでしょうか。まあ、野鳥の名前っていうのはね、いろんな意味合いで付けられてるんですが、全然わからない鳥もいるじゃないですかね。例えばチョウゲンボウとかね、
ミサゴなんていうのもね、まあ、今回もねちょっと最後の方でミサゴに出会うことができたんですけどね。ああこれ、あなんか取ったかな、なんか口元が光ってたから取られたかな、カメラ追いついてなかったね。これもあの両眼視撮影してたんですよね、それでもちょっとね追いつけなかった。これ捉えてるな、取ったね、なかなかの名手ですね。お帰ってこないか、いや帰ってこなかったね。まあ、カワセミはねこのように同じ場所に戻ってくることがあるのでね、しばらく、ね、カメラを回しっぱなし、カメラを回すなんてね、まあ、これもちょっとな、もう古い言い回しなのかな。結構ね、今日もカワセミに何箇所かでね出会うことができたんですがね、どうですかねこの後ろ姿ね、この羽の部分がセミの羽のように見えませんかね。ちょっと無理やりかな、ちょっとこういう感じになると本当にセミの後ろ姿になんか似てるようなね気もするんですけども、まあ鳥の名前って言いますとね、あの仙台虫食いっていう野鳥の名前についてね、あの動画を上げてることがあるんですがね、まあ、仙台っていうのはね、まあ、庭木いわゆる仙材っていうね、この辺りではね、まあ、仙台っていうんですよね。座業と打業がねちょっとこう混じり合ったような表現をすることがたまにあるんですがね、ですからの仙台の虫食いいわゆる庭木の虫を食ってくれるっていうんでね、仙台虫食いって言うんじゃないかみたいなことを言ってるんですがね、それもね、まあそんなこと言ってるのは私だけなのかもしれない。そんな情報はね探ってみましたけど全然出てこないのでね、この野鳥のこのね瞳っていうのは何が映ってるのかってね、カワセミもこのようにもちろんこうあの獲物を求めてね、こうキョロキョロというかな、まあ、そういう状態になってるんだと思うんですけれどもね、まあ、今回はねこのように、まあ、赤オセミであったりとかねノブタキにね、結構出会える機会がありましたので、どれだけねアップで撮影できるのかということにちょっと挑戦しております。まあね、目の中に何が映っているかぐらいまでねあの撮影がねできればいいんですが、何分ね、まあ、あの手持ち、まあ、一脚をね使っているのは使っているんですが、まあ、あの手持ちの撮影には違いないのでね、まあ、ちょっとこうアップにするにも限界はあるんですけれどもね、まあ、あのよく言っております携帯用のねちっちゃな椅子をね、引っ張り出してきてそれに腰掛けて、一脚で支えながら撮影しているということなんですがね、その一脚もね、地面にねつくんじゃなくってベルトあたりにねちょっと器具を使ってね、固定しております。そうしますとね、まあ、歩いてる時でもねそこそこ、まあ、安定したというかな、本当に手持ち、ね、手で持ってるだけの時よりも多少ねマシな安定度が得られるということでね、そういう撮影方法をしております。ケリーがおりましたね、まあ、このケリーの瞳というか目もねこの、まあ、独特なと言いますかね、目の赤い野鳥っていうのはね、結構おりますけれどもね、大判とかヒクイナとかね、このケリーの目もねすごく印象的ですよね。その先のくちばしの黄色とコントラストがね、このノビタキもね
伸びた木っていうね、まあ、木ではないんですけど、まあ、草ですけどね、まあ、このような、まあ、農家にすれば厄介者の、まあ、雑草ですわね、まあ、そういったところにこのようにいることがまあまあありますね。ちょうどいいこう見晴らし場所といいますかね、見張り塔というのかそういった感じになっているのかな、まあ、こういう状態なんですよね。まあ、最近はこの動画の中でも出てきましたけど、あぜに彼岸花がねちょうどしおれた形になっているので、その頂上がねちょうどいい、止まり木といいますかね、そういった状態になっているらしくって、結構ね彼岸花に、この伸びた木がねいることが多いですね。まあ、それも、まあ、農地を、まあ、広く見渡せるっていう意味合いがあるのかなってね、思っていますけれどもね。ということでね、このようにもうカメラをしまってね、帰りかけたところにね出会いましたのはこちらでございます。まあ、ミサゴですね。このようにね、まあ、巡回、まあ、定期的と言ったらいいのかな、どのぐらいの頻度で来ているのかはわからないんですが、ひょっとすると1日1回ぐらいは来てるのかな。ちょっとホバリングをねしているような姿がこのように見えたんですけれどもね。祭り囃子が聞こえる中、誕生してまいりました。もうこのね、野鳥の誕生というかこう撮影をし始めてからね、この来年の2月になりますと丸2年になるんですけれどもね。ということでこの冬のシーズンというのは、まあ、3回目のシーズンになるわけですけれどもね、まあ、どんな野鳥に出会えるかね、とても楽しみにして、この10月っていうのはね、最も歩数ね、そして歩く距離もね歩いてる月になりますのでね、今日も本当に気持ちよくって汗をねそんなにかかなかったですし、まあ、そこそこのスピードでね歩くこともできたんですけれども、あんまりね有酸素運動にはなってなくってね、どちらかというと、まあ、足の筋肉を鍛える方にはね有効になってるかもしれないんですけどね、ちょっとねこう体重を減らさないといろんなところに関節にちょっと、厳しい部分が出てきているのでね、そういったところはねちょっと気をつけたいと思っております。これ上のね伸びた木がなんか捉えているのを羨ましそうにね、下の方ね、伸びた木が見つめているようですね。気が向いたらまたお越しください。そして八千代たち、今日も一日ありがとう。